硝煙と狂乱渦巻く動乱のうちから、輝かしい明日の世界を建設せんとする重大使命を担った松岡外相一行は、3月26日夕刻、歴史的なベルリンへの第一歩を記した。この日、アンハルター駅は、有効な第二飛翔機とハーゲンクロイッツの旗にうずめられ、リベントロップ外相以下、西軍党首脳、我が大島大使以下各国外交団が平星のように並び、幾度か外国の巨頭を迎えたこのホームとしても、かつてなき大歓迎陣が敷かれている。暮れゆく明豊春の夕べ、和やかにも印象深き歴史的な一瞬であった。在留邦人の人群れが大群衆に揉まれている。沿道には都営旗絵のベルリン市民が遠来の明豊外務大臣に観光を浴びせんとして押し合っている。この時市電もバスも運転を中止、商店は店を閉め、歓迎の真心を示している。この熱勢は同時にまた重大な選挙を控えたドイツ国民が運命を共にする日本国民へ呼びかける熱意の表れでもあろうか。松岡外相はリッペントロップ外相と肩を並べて、自動車は駅前からウィルヘルム街に出て、ウンターデン・リンデンを勝利の大通りへ回る。市民の歓呼の声は日独外相の車を包んで追いかける。かつて沿道に渦巻く松岡万歳、日本万歳、三国同盟万歳の声の中を一行は宿舎ベルベ宮へ入った。明けて27日午前、リッベントロップ外相との第一回会談をもって全世界中止のうちに活動を開始した松岡外相は、同日午後、総統官邸にヒトラー総統を訪問。官邸内廷に整列する親衛隊儀仗兵の礼を受けて官邸に。